読みたい本が見つかる話。こんにちは、浅井博明です。今回ご紹介する一冊は、第二次世界大戦に従事した若いアメリカ人の兵士たちの物語です。こちら、深緑の秋、戦場のコックたち。第二次世界大戦下のフランスやオランダで行われたドイツとの戦いが描かれている話で、日本人の作家による作品ですが、日本人は一切出てきません。主人公のティムは食べることが大好きな若者。17歳の時に志願して軍隊に入り、コック兵になることを決意しました。生きるか死ぬかの戦場で調理を担当するコック兵。他の兵士からはバカにされる罰ゲームのような役回りではありましたが、エドという同じコック兵の親友もできて、仕事に自信もついてきました。そうして1944年、ティムが19歳になった時、ついに彼は戦場へ駆り出されます。ノルマンディ上陸作戦。アメリカ、イギリス、フランスの連合軍がついにナチスドイツへの反撃を開始した有名な戦いです。ティムは空挺師団の一員として深夜に落下傘で降下。なんとか地面に降り立ってみたら、先に降りた部隊の面々は待ち受けていた敵軍に狙い撃ちされてほぼ全滅。ティムたちは初陣にしてあまりにも過酷な環境へ追い込まれます。どうにか逃げ延びてアメリカ軍の基地にたどり着いた頃には、すでに何人もの仲間が亡くなっていました。基地には何百人、何千人という兵士がいます。少ない材料と乏しい調理器具で何とかして栄養価の高い食事を作り、これからの激しい戦いに耐えられるだけの体力をつけさせなければなりません。それがコック兵としての仕事です。戦場での仕事が始まったその頃、舞台の中でライナスという一人の機関銃兵がまだ使われていない予備のパラシュートを集めていることがわかります。もう降下は終わっているんですから、パラシュートは必要ないはずなんですが、手当たり次第にとにかくたくさん集めているらしい。ティムは相棒となったエドと一緒にライナスの秘密を探り始めました。という話、これが第一章までのあらすじです。戦場のコック兵を主人公にした作品というのは過去にもいろいろあったと思うんですが、その専門的な仕事ぶりを描いた料理本だと思ったら大間違いです。これがお料理小説だとしたら、出てくる料理がこんなにどれもこれもまずそうな料理小説は他にないでしょう。戦場で兵士に最低限の栄養を取らせるための食事なんですから、美味しいものなんか作れるはずがないんです。この本はミステリー小説なんです。さっきのパラシュートを集める兵士の謎だったり、倉庫にあった200箱もの食料の入った木箱が一晩で盗まれてなくなってしまったという謎だったり、戦場という極めて特殊な環境で巻き起こるちょっとした騒動と、そこにつきまとう小さな謎、これをティムとエドの2人が探偵役となって解決していくんですね。そういうお話が連作短編のように4つか5つ収録されています。ただし戦場とはそんなにのんきなところでは決してありません。自分の部隊が前線に送られたら死を恐れずに戦うのみ。目の前で次々に仲間が死んでいく中、極限の状況でライフルを撃ち続けているうちに不可解な出来事が起こり、知恵を絞ってその謎解きをすることで戦争の恐ろしさから少しだけ解放される、そんな形で進んでいくんです。しかし実はミステリー小説だったと思うのも中盤まで。後半は戦争がどんどんシビアになっていきます。苦楽を共にしてきた仲間たちが一人また一人と命を落としていく。自分が死にたくなければ相手を殺すしかない。そんな日々の中で主人公が抱く葛藤と後悔、そして胸の痛み、戦争というものが若者たちの心を切り刻んでいく様子がとてもリアルに描かれています。主要な登場人物の何人かは途中で死んでしまいますし、何らかの事情で軍から離れる仲間もいます。男たちの友情の厚さに終盤は泣きながら読んでました。日本で戦争を扱った小説というと、日本とアメリカの戦いを描いた太平洋戦争を扱ったものが圧倒的に多いと思うんですが、ヨーロッパではこういう戦争だったんですね。大変勉強になりました。そして丁寧で分かりやすくて引き込まれる文章でした。
こういう小説を日本人が書いているというのが興味深いですね。少し読み終えるまでに時間はかかったんですが、読み応えのあるとても面白い本でした。直木賞候補作、そして本屋大賞の候補にもなった話題作ですね。ぜひ読んでみてください。以上、今回ご紹介したのは深緑の秋の戦場の国父たちでした。 I hope you become a book lover. Adios.